あ、こんにちは、ヒロです。今回はですね、ネットビジネスをやる上で、現時点で何が最善かを考え、後悔はしないことっていうことについてのお話について話していこうと思います。あなたもこんなことに陥った経験はないでしょうか？その時点では確かに、それを行うことが最善だって分かっていてもですね、過去の後悔を引きずってですね、まあなんか今それをやるくらいだったら、もっと前からそれをやっとくべきだったみたいな感じで、まあ、そういう後悔の念が出てきて、まあ、今やるのがちょっと馬鹿らしいからって言って、やりたくないっていうような、まあ、感情が発生してですね、結局こう、行動できなくなってしまうっていうような経験とかはないでしょうか。僕はですね、過去にこう、ああしてればいい、よかったとか、もっとそれを早く知っていればよかったのになっていうふうにですね、考えてしまうことが、まあ、結構よくあるんですけど、あなたにもですね、前これをやってたらよかったのにとか、あの時こうしてれば、まあ、今はこんな結果になってなかったんじゃないかっていうふうにですね、考えてしまうことって、あるのではないでしょうか。考えたくもないけど、どうしてもこう、ああしていればよかったというようなですね、そういう後悔の気持ちとかって、出てきてしまう、と思います。過去にそれをきちんと行っていない自分に、対してですね、罪悪感を感じて、そういうふうにネガティブな気持ちになってですね、こう、もう前向きにこう行動することができない、っていう、状態になってしまっていませんか。こう、2日とかですね、3日とか、まあ、1週間とかですね、まあ、なんかこう、ネットビジネスのことをですね、サボってしまった自分が、もう、なんか自分ダメだっていうふうに、まあ、思ってしまってですね、ってなるのではなくてですね。まあ、それは、まあ、そういうふうに、まあ、そういう自分もいるっていう感じで、ちょっと自分を温かく、ちょっと見てあげてですね。そういうふうに自分ダメだって思わずにですね、こう、それを取り戻そうとしない。まあ、まあ、サボってた期間も取り戻そうとしないっていう、まあ、気持ちのゆとりが、大切だと思います。もっとですね、こう、気持ちをリラックス、してですね、まあ、少しずつでも、やろうとすることが大切です。ネットビジネスでは、まあ、このうさぎと亀、僕が、大好きな、こう、うさぎと亀のようにですね、少しずつでも、やるっていうことの方が、大切です。なので、ちょっとこう、休んでしまったくらいで、そういう自分を、こう、自分ダメだっていうふうに思わないでください。僕もですね、よく、そうなる時があります。そういうふうにちょっと自分ダメだな、みたいなふうに思ってしまう時が結構あるんですけど、まあそういう時はですね、まあいいことだけ考えるようにしています。僕はですけど、まあ、人間はですね、まあそんなにこう完璧に計画通りにいかないものなんで、まあもしそういうふうに、うまくいかなくても、そんなに自分をこう責めないで、欲しいなと思います。人間にはですね、こう調子の波がこう、あってですね、こう、調子の波、まあなんかこう、いい時もあれば、こう、悪い時もこう、あると思うんですけど、こういう感じで。まあだからですね、まあできない、そういうできない時がこう、あっても、まあ、それを悔やんだりしてはいけない、わけです。もっとこう、早くからこう、これをやっていたら、今もっと良かったのに、みたいな。まあ、そういうふうにですね、まあ人間こう、ないものねだりをしてしまうことが多いと思うんですけど、あなたもですね、そんなこと、まあ、結構あると思います。まあそういうふうにですね、後ろ向きになっていてはですね、何も進みませんので、まあ今の状況ですね、まあそういう後ろ向きになっていたらですね、まあ今の状況をさらにこう悪くしてしまうので、まあ先ほども言ったように、こう亀さんみたいにですね、この亀さんみたいな感じで、まあ少しずつでもいいんで、やっていったら、いいと思います。少し行えば、こう、人間はこうやり続ける。やり続けてるものってのはですね、まあ、なんか、まあ、今見たテレビってなんかこう、ずっとこう、まあ、一貫性の法則っていうんですけど、まあ、今漫画見てたらずっと漫画読みたくなるとか、まあ、今ゲームしてたらゲームやり続けたくなるみたいな感じで、まあ、今ネットビジネスやってたら、こう、まあ、ネットビジネスをずっと、まあ、やり続けるっていう、そういう一貫性の法則っていうのが、こう、人間にはありましてですね、少しやったことが、こう、まあ多くできるようになってきます。なので、まあ本当に少しずつでもやっていくと、まあその最初の5分とかが、まあ30分1時間ってできるようになりますので、本当にですね、まあこう前向きに考えなくて、
後ろ向きに考えてしまっていたら、いけないということですね。ちょっとずつでもやっていけば、いいということです。そうですね、後ろ向きになったら、ちょっと状況はさらにもっと悪くなってしまうので、常に前向きになってください。僕の経験上なんですけど、そうですね、そういうふうに後ろ向きになったら、悪いサイクルになってしまうんですね。そういうふうに、また後悔して何もやらなくなっちゃって、なので、こう何も先に進まないから、またなんか、自分ダメだみたいな感じになって、また何もやらないみたいな感じになってっていう、それは悪いサイクルに入ってしまうので、そうならないように、自分を責めないように、後悔しないように、してください。で、ここで大事なことがですね、そういうふうに、何々しないようにしようっていうふうに、否定語で考えるんじゃなくて、肯定語を使うってことが大事です。そうですね。何々するようにしようっていう、何々しないようにしようじゃなくてですね、何々するようにしようっていうふうに考えるわけです。何々しないようにしようって考えますとですね、どうしてもですね、その何々しないようにしようっていうことを考えてること自体が、もうすでにそのことを考えてしまうわけですね。後悔しないようにしようっていうと、どうしても後悔っていうことに、意識を置いてしまうので、どうしても後悔しないようにしようって言っても後悔してしまうってことがあるので、これを考えるようにしようっていう、その肯定語を使うってことが大事です。そうですね。違う良いことを考えようっていうふうに考えるわけです。わかりますよね。それができたら、そうですね。ちょっと、そういうこと、ネガティブなことを考えづらくなりますので、さらにこう、飛躍していけると思います。今回のですね、ネットビジネスをやる上で、現時点でこう、何が最善かを考え、後悔はしないことっていう話については以上です。僕の、メルマガを、読んでくださっている方はですね、何かしらのこう反応をください。やっぱりですね、反応をくれている方の方が、早く結果を出しています。アウトプットすることが、成功への鍵です。アウトプットするっていうのは、こう何か情報を自分で書いてみるとか、こういうふうに YouTube で撮るのも一つのアウトプットなんですけど、あとホームページを作ったりとか、なんかランディングページを作ったりとか、メルマガを書くとか、そういうことがこうアウトプットなんですけど、アウトプットすることが成功への、鍵になります。あなたのためになるので、絶対あなたのために将来的になってくるので、何かこう思ったこととか感想とかですね、悩みとか、僕に対する、意見とか何でもいいんで、メールとかスカイプとかでこう書いて、僕に何かしらのこう、アクションを、反応をこう出してください。考えを書くっていうことはですね、こう、当然、頭の中が整理されますし、あなたがこう情報発信する、メルマガ書いたりとか YouTube を撮る、側に立った時の、練習になって、後々生きていきますので、あなたのために、この動画を見終わった、直後に、それをやってください。今回の話は以上です。最後までここまで聞いていただきまして、ありがとうございます。